アレン・ウェルシュ・ダレス、アレン・ウェルシュ・ダレス、アレン・ウェルシュ・ダレス、1893年4月7日から1969年1月29日は、アメリカ合衆国の政治家、外交官、弁護士で1953年から1961年まで、アメリカ中央情報局長官を埋めた。兄は、国務長官を務めたジョン・フォスター・ダレス、ニューヨーク州のウォータータウンに生まれる。 父は、長老派協会の牧師であり、ダレスケは、長老派の聖職者を多く出す家柄であった。一方、母方の祖父は、国務長官を務めたジョン・ワトソン・ホスターで、この二つの家系がジョンとアレンの兄弟の将来に期待される役割をもたらしてもいた。ジョンに対しては、外交官となることが望まれたのに対し、アレンは、聖職者となることを嘱望されたのである。アレンは、 早熟な子供で8歳の時にイギリスが南アフリカにボーア戦争を仕掛けたことを批判するパンフレットを書いた。ハイスクールを卒業した1908年には、ジョンの留学に付き添う形でフランスに渡り、エコール・アルザシエンヌで勉学する傍ら、プリンストン大学に合格し、1909年に帰国して入学する。1914年、 プリンストン大学を卒業するとアレンはインドで英語教員となるべくアラハバードに渡った。しかしアレンは仕事に満足することができず翌1915年に帰国する。アレンは外交官になることを志望し1916年に国務省に入省した。この背景にはおじ、母方のおばの夫であるロバート・ランシングが1915年に 国務長官に就任した子も影響していた。この決定は聖職者になることを望んでいた父には失望を与えることになった。アレンの発任地は第一次世界大戦中のウィーンであった。国務長官のランシングはヨーロッパでの情報収集活動の強化を急いでおり、アレンに対しても合法的な情報活動、インテリジェンス集を期待していた。九百十七年四月に、 アメリカが第一次大戦に参戦すると、交戦相手国駐在の在外公館が閉鎖され、アレンはスイスのベルンにある公使館に移り、外交官の日常活動と並行して、インテリジェンス収集を行った。休戦後のヨーロッパで、ロシア革命の影響を見たアレンは、ボルシェビキ勢力の拡大を警戒するレポートを、本国に送っている。この共産主義勢力に対して反発する姿勢は、 その後も、アレンの行動に一貫することとなり、反共主義と右派思想を持ち続けた。1918年、パリコーア会議のアメリカ代表団の一員となる。アレンの仕事は、ランシングが設置した、臨時政治、経済連絡局のスタッフとして代表団内部や、他国代表団との調整や連絡に当たる任務あった。アレンはここで、連絡局の上司だったジョセフ・グルーの地遇を得た。 講和会議終了後の1920年初めには、アメリカがワイマール共和国に派遣した施設団の副団長として、ベルリンに赴き、ドイツ人とのコネクションを築く。また、ドイツへの投資を望むアメリカの産業界の意を受けて、報読したアニジョンにも協力した。その後、4月に休暇を得て帰国し、10月に結婚する。 アレンは一旦本省勤務となったが、自ら望んで12月には、トルコのイスタンブールに赴任した。トルコ時代には、ローザンヌ条約につながる会議をプロデュースした。1922年、国務省中勤党課長として本国に戻る。1926年、北京の大使館勤務を突如命じられたことをきっかけに、国務省を辞した。国際法律事務所。 サリバンクロムウェルに所属し、経営者の一人でもあった兄ジョンからは、以前より自分の無所に来るよう誘われていたが、この時もそれを進めたジョンに従ったのである。法律事務所といっても、アレンは一般の訴訟を手掛けたのではなかった。財閥企業のクライアントの意向に沿って、制作をプロデュースするため、国務省とクライアントの橋渡しをすることが求められた任務であった。アレンは、 ロンドン海軍軍縮会議などの国際会議に法律顧問としてアメリカ代表団に随行した。ロンドン軍縮会議後はジョンの命によりヤング案の締結や世界恐慌に伴うアメリカとヨーロッパの金取引調整のため約1年パリに留まる。このパリ駐在の間にアレンはヨーロッパの金融界とコネクションを築いた。1940年、オース。 オフィスオブストラテジックサービス戦略事務局 CIA の前身に入局。1942年から1945年までスイスベルン支局長であった。1945年4月には北イタリアのドイツ軍との停戦、降伏交渉をサンライズ作戦として実施し、降伏を実現させた欧州戦線における終戦、イタリアの終戦を参照。続いて、 当時、亡命ドイツ人で、オースの工作員でもあったフリードリヒハックを介した、在スイス日本公使官付海軍顧問補佐官を、務めていた、藤村義郎、日本海軍中佐とのルート、及び、スイスの国際決済銀行理事のペールヤコブソンから、同じく国際決済銀行に出向していた、横浜賞金銀行の北村幸次郎、吉村忠を介した岡本征服スイス。 日本公使館付陸軍部官と加瀬俊一公使ルートを用いた幸福条件交渉を行った。戦後、ニューヨークでの弁護士業に戻っていたが、1950年に W. ベデル・スミス陸軍中将が中央情報局長官に就任すると、ダレスは CIA 作戦本部長の地位を得、1951年より CIA 副長官を務めた。 そして1953年、共和党、アイゼンハワー政権の発足に伴い文明で、初めて CIA 長官に就任した。トルーマン時代まで、情報収集を主要な活動としていた CIA が、彼の得意分野である、暗殺や、破壊工作、暴略などに主眼を置く、工作機関として再編され、人員、予算ともに、巨大な規模にまでなったのは、彼が残した負の遺産であった。 彼は、実刑のジョン・ホースター・ラレス国務長官と共に、アイゼンハワー政権の冷戦外交に、大きな影響を与えた。人気中に、イランのモハメッド・モサデグ政権転覆作戦、エージャックス作戦、1953年やグアテマラの、ハコボ・アルベンス、グスマン、政権転覆作戦、プブセクセス作戦、1954年を指揮し、また国内メディアのコントロールを図る。 木金バード作戦を監督した。また、ジュネーブ協定後の初期段階のベトナム介入に関わった。キューバがフィデル・カストロにより共産化されると、アイゼンハワー政権末期からダレスはピックズワン進行計画を策定した。この計画はケネディ政権に引き継がれ、4月17日に計画は実行されたが、ダレスは実行部隊である亡命キューバ人部隊には、 アメリカ軍正規軍の投入を約束し、反対に、ケネリには、アメリカ軍の介入なしに作戦を成功できると、確約して二絶を使った。しかし、実行段階でキューバ側の反撃で、亡命キューバ人部隊が敗走し、ケネリ大統領に、アメリカ正規軍投入の決断を迫る局面で、その役目を副長官のカベル将軍に押し付けたことで、ケネリに狡猾みなされて、 不信を招くことになり、軍投入を拒否されてしまう。その結果として亡命級馬人部隊は壊滅して、作戦は失敗に終わった。ケネリィ政権発足間もない政治的な大国政をつけた、この問題で1961年11月、ダレスはケネリィの不況を買って解任されたが、主要な部局には自分の不信を配置することで公認のジョン・マッコウの政治力を削り、 以後も CIA の活動に影響を与えた。だが、これは CIA という国家の諜報機関の中枢を外部からコントロールするという行為であり、国家安全保障上犯罪的とみなされ、告発されなければ異常とも言える行動だったはずだったにも変わらず、それを非難し、阻止しようとする組織、政治家が現れないという奇怪な立場に、彼がいたことを伺わせ、後年、 高度に政治的な秘密組織に彼が在籍していたと疑われる一員となった。1963年11月にケネリが暗殺されるとケネリとの確執を考慮すれば真相究明の担当者としては明らかに不適と見なされる立場であったにもかかわらず、ウォーレン委員会のメンバーに任命された。ジョンソン政権下では県人会議のメンバーとなり、 アメリカのベトナム政策に影響を与えた。また、1969年に、ニクソン政権が発足すると、国家安全保障会議のメンバーとなった。同年にインフルエンザをこじらせ肺炎で死去。75歳であった。日本とスイスの合作により、映画化もされた、西村京太郎原作の小説、D 機関情報、映画版のタイトルは、アナザーウェイ。 D 機関情報に登場、日本海軍中佐と共に最後まで日米は平工作、終戦工作に奔走した、ミスター・ディー・ワーレンがモデルとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。